ここは根岸2丁目にある台東区立書道博物館です。重要文化財12点、重要美術品5点をはじめ数多くの文化財を所蔵する、書道史を研究する上でとても重要なコレクションを有する専門博物館です。このコレクションを収集し、多くの人がこれら重要文化財を見ることができる場として書道博物館を創設したのが中村右折です。2016年は中村右折が誕生して150年、また書道博物館が創設されて80年という記念の年になります。没後72年を経てもなお現代に息づく中村右折の功績をご紹介しましょう。中村右折は自身も画家、書家として数多くの作品を残しています。右折の作品の魅力を書道博物館主任研究員の鍋島さんにご紹介いただきましょう。右折は若い頃は一生懸命写生を勉強しました。街の風景を非常に事細かく、また遠近感を出して描いています。右折は洋画家として活動したんですが、どちらかというと中国の故事をテーマとして活動していました。ですから中国の歴史をテーマとした洋画家として受け入れられておりました。右折は4年間のフランス留学時代で人物画を徹底的に勉強しました。右折は肉のつき方、そしてひげのボリューム感など大変細かいところまで描写したんです。そのフランス留学時代の油絵が右折の絵画の見どころの一つです。中村右折を語る上で欠かせないのは書家としての姿です。それでは書家中村右折についてもご解説いただきましょう。書の作品については右折は大変楽しく面白い字を書いています。一見子供っぽいなと思えるような字なんですが、実は全て古典に基づいた基礎のしっかりした字であるというところも見どころです。大変面白い字を書いていたので当時は賛否両論ありました。なかなか受け入れられなかった部分もありましたが、100年経って今まさに楽しい字として受け入れられているように思います。この作品は右折のデビュー作であり、後に右折流と呼ばれるようになった代表作でもあります。一見子供っぽく稚拙な感じのする字なんですが、実に動きがあって明るく、そして楽しい書です。私にも書けそう、僕にも書けそうだなと思うハードルの低さがみんなに親しみを持って迎えられている書なんだと思います。若き日を長野県で過ごした中村右折は、図画を受け持つ先生として働きながら自身も絵画の勉強に励んでいました。そんな中、洋画家浅井中羅により結成された洋風美術家団体11会の画学研究生募集に応募し上京を果たします。浅井中も指導者の一人であった浮動者で学び、明治美術会の第2回展で洋画家としてのデビューを果たします。その後、右折はフランスへと留学し洋画を基礎から学び直しました。西洋芸術の本場であるフランスで学んだ洋画の技術を使って右折は主に歴史画を制作していきます。帰国後、明治40年に開催された東京勧業博覧会では大作「建国創業」を出品し一等賞を獲得しました。その後、文部省美術展覧会や帝国美術院展覧会に出品を続ける一方で、文展の審査委員となったり帝国芸術院会員になるなど、日本洋画界で確固たる地位を築き上げました。中村右折には日本洋画界とは別に功績を残した世界があります。それは書の世界です。こちらの看板の文字を目にされたことがある方は多いのではないでしょうか。
明治34年創業の新宿中村屋の看板です。現在でもレトルトカレーのパッケージには企業のロゴとして付設の書が使用されています。この他にも日本酒やお味噌のパッケージなどで付設の書は今に息づいています。付設の書の始まりは日清戦争がきっかけでした。付設は従軍記者として当時の中国に渡った正岡子規に同行し、そこで中国の文化財に触れました。なぜ洋画家である付設が文字に興味を持ったのでしょうか。付設はこういう言葉を残しています。美術そのものの性質から言えば書も絵も全く同一であるというのが私の持論である。付設は文字を形で捉え、絵画と同じように美を感じていました。書に対するそういった感覚が洋画と同じだけの情熱を抱かせ、研鑽を重ねたことで付設は今に残る素晴らしい書を制作していきました。またこの書と洋画の技術は文学界の人たちをも引きつけることになります。上京から間もない頃、洋画だけでは生計が立たなかったため、当時の日本新聞社社長であった久我勝男が創刊した小日本で新聞挿絵を担当することになりました。洋画の手法を取り入れた挿絵は当時とても斬新なもので、多くの読者の反響を呼びました。そしてここで小日本の編集責任者であった正岡子規と出会います。久我勝男と正岡子規という良き理解者を得て、二人を接点に多くの作家や俳人と知り合い、本の挿絵や装丁を任されるようになります。夏目漱石、島崎藤村をはじめ名だたる文豪たちと共に仕事をしました。文豪たちが抱いた付設の仕事への信頼は、互いに交わし合った書簡からも見て取れます。一流に認められた付設も負けないくらいの一流だったと言えるのです。正岡子規との交友がきっかけで生まれた付設のもう一つの顔があります。それは収集家の一面です。日清戦争の際、正岡子規の誘いを受けて中国へ行き、そこで中国朝鮮半島の文化財と出会い、大きな刺激を受けます。文字の魅力に取りつかれた付設は、帰国後数多くの資料を収集していきます。自身の作品を売ったお金を収集費用に回し、時には家が数十軒建ってしまうほどの高価な資料も収集していき、いつしか1万点を優に超えるコレクションとなりました。これを公開する場として独力で書道博物館を創設することになります。付設コレクションの魅力について、書道博物館の鍋島さんにご案内いただきましょう。付設コレクションというのは、大多数が中国の、ものが多いです。付設は漢字の歴史を中国の文物の本物でたどろうというのが彼のコンセプトでありまして、中国の名品をずっと集めていくんですが、漢字の原点である甲骨文字であったり、青銅器であったり、はたまた拓本であったり、その文字の歴史が分かるようなものをこう少しずつ集めていったわけです。歴史に非常に重要な役割を果たしたものや、それから皇帝が持っていたもの、それから、必ず書道史には欠かせないような名品がたくさんあります。それがやっぱり季節のコレクションのすごいところだと思います。それでは学芸員の鍋島さんにご解説いただきましょう。付設が明治28年にですね、正岡子規とともに日清戦争に従軍記者として渡ります。これを手に入れてからもう帰国してずっとこうそれこそ病的にですね収集していくんですけれども、まさにこれがコレクションの出発点ともなった大変重要なコレクションの一つであります。これはですね、北宋時代の
西条という人が書いた肉筆です。西条の肉筆というもの自体がですね、大変世に少ないんですが、日本にはたった2つしかありません。西条が名前を皇帝につけてもらうんですね。ありがとうという気持ちを込めて皇帝に、まあ、お礼をするんですけれども、代々ずっと中国の皇帝のコレクションになっていたものなんですね。この作品はですね、まあ、不摂が晩年に集めたコレクションの中でも非常に名品と言われるものです。実はまあちょっとこう虫食いがひどいんですけれども、まあ、それをですね、歴代のコレクターたちはまるで雪を挟んだかのように、見える拓本ということで狂雪本という愛称があります。代々コレクターがどれほど大事にしてきたかというのがですね、この箱に込められています。非常に美しいですね、切れでですね袋を作りまして、それをこう美しい箱に入れて、これが引き出してこう出せるようにですね、もういかにこれが大事にされてきたかという証なんですけれども、不摂はまあそれそのものをもうコレクションとともに受け継いで、で今に至っているんですけれども、実はこのコレクションを手に入れた時に当時の新聞のスクープになったというですね、それほどに重要な中国のですね名品を不摂が手に入れたというものなんです。コレクターとしての不摂も超一流だったようですね。さまざまな面を持つ中村不摂、その魅力について語っていただきましょう。3つの柱がありまして、画家であり書家であり、そして収集家コレクターであるというですね、これが不摂の魅力の大きなところでありまして、3つをですね、どれも超一流でできるという人はなかなかいないと思うんです。ですが不摂はですね、画家としてもやはりその明治大正昭和にかけて非常に活躍しましたし、書もまた同じ、そしてコレクションもですね、これだけ膨大なコレクションを築き上げて博物館を最後に作ったというですね、ちゃんとその、集大成をですねそれぞれでこうしているというですね、でだから不摂という魅力は非常に尽きないのでありますが、その一筋縄ではいかないというのも彼の魅力の一つだと思うんです。3つの顔を持つ男といつも言っているんですが、きちんとその3つの柱が立っていて、でそれをその全部がやっぱり不摂の魅力であって、そのどれが一つ欠けていても不摂という、ですね、魅力といいますか、不摂が語れないといいますか、やっぱりその3つ、その三位一体となって、不摂というものの魅力をですね、存分に発揮していると思います。一筋縄ではいかない魅力を持つ男、中村不摂、類まれな人物と言えるようですね。台東区立書道博物館では中村不摂の遺志を受け継ぎ、貴重な作品を保存・公開しています。これら作品群から中村不摂の尽きない魅力を味わってみてはいかがでしょうか。